皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週のマーゼルのスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が、ローリングストーンジャパンライブの出演が発表されましたので、その詳細を見ていきたいと思います。2つ目が、マーゼルのスケジュール、7月21日から28日分です。3つ目が、マーゼル出演予定ライブやイベントの情報まとめです。 はい。ではまず、ローリングストーンジャパンライブについてですが、昨日、今年もローリングストーンジャパンライブが開催されるということが発表されるとともに、BMSG からはスカイハイさんとマーゼルの出演が発表されました。おめでとうございます。楽しみですね。日時は9月3日日曜日、場所は埼玉スーパーアリーナで開催されます。 チケットは現在最速先着先行受付中で7月23日日曜日の23時59分までとなっております。チケット料金はアリーナ席が12,500円、スタンド席が9,900円です。こちらの最速先行は先着順となっておりますので、今申し込めば必ずスカイハイさんやマーゼルのライブが見られるというとっても嬉しいライブになっています。 昨年もローリングストーンジャパンライブ開催されたんですが、昨年は BMSG からスカイハイさんと BEFIRST が出演しました。昨年は当日の様子が配信もあったので、今年の配信についてはまだ全く情報は入っていないですけれども、もしかしたら今年も配信があるかもしれません。 昨年は LDH からいまいちリュウジさんも出演されていた記憶があるんですけれども、今年はジェネレーションズさんやリールリーグさんが出演されるということです。ジェネレーションズさんはダンクにもご出演されましたし、先日の音楽の日でもダンスコラボに出演されていましたので、またこうしてスカイハイさんやマーゼルと同じステージに立つということで、とっても嬉しく思います。 昨年は b ーストがローリングストーンジャパンライブに出演したというお話をしたんですけれども、昨年も9月の頭にローリングストーンジャパンライブが開催されまして、9月の17、18日に BMSG フェスが開催されました。たった2週間しか経っていないのに、この2つのライブでの b ーストの雰囲気の違いというのがすごく話題になっていましたし、私自身も驚いたところです。 ですので、今年のローリングストーンジャパンライブのマーゼルと BMSG フェスのマーゼルというのは、期間的には20日間しか空いていないですけれども、おそらくマーゼルもまた b ファーストと同様にすごい変化を見せてくれるんではないかなというふうに、このローリングストーンジャパンライブと BMSG フェスのマーゼルの変化ということにも個人的には注目していきたいなというふうに思っております。 インスパイア東京エクストラも本当に素晴らしいパフォーマンスだったようですし、ここから夏フェスがどんどんと続いていきますので、マーゼルもこの夏で本当に進化を遂げるんだろうなと、とても楽しみにしています。はい、ではそんなマーゼルの今後1週間のスケジュールをお知らせいたします。 まず、一番初めは7月18日に放送されたものになりますが、7月18日、KRY ラジオ、KRY モーニングアップ、こちらに海流君と生徒君がコメント出演しました。こちらはラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくことができます。それから21日金曜日の18時には投落発表があります。 BMSG フェス23のレジデント会員、それから各ファンクラブ会員の選考分です。いよいよ明日になりましたね。皆さんのご当選をお祈りいたします。そして23時59分まででチケット締め切りとなりますのが、大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバルです。7月22日土曜日には、その大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバルにマーゼルが出演します。 マーゼルの出演予定は16時からとなっております。楽しみですね。7月23日日曜日20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。23時59分でチケットの締め切りが2つあります。1つ目がマーゼルファーストファンミーティングプレイアットザミュージアムの B タウンレジデント会員限定の申し込み分です。 二つ目は先ほどお話ししましたローリングストーンジャパンライブ2023の最速先着先行分です。7月24日25日は今のところ予定がありません。7月26日水曜日、0時からオーディにてマーゼルレディオステーションのディレクターズカット版が配信開始となります。25時59分から読売テレビにて 神音夜に海竜くんと生徒くんが出演します。7月27日木曜日13時からお台場冒険王2023目覚ましライブに BMSG オールスターズとしてマーゼルが出演します。BMSG オールスターズということで BMSG からはスカイハイさん、b ーファースト、マーゼル、アイル・ザ・ショータさん、レイコが出演します。 18時には登録発表があります。マーゼルファーストファンミーティングプレイアットザミュージアムレジデント会員限定分の登録発表です。7月28日金曜日12時から KRY ラジオお昼は絶対ラジタイムこちらにカイリュウくんと生徒くんがコメント出演します。はい、スケジュールは以上です。最後にマーゼル出演予定ライブやイベントの情報をまとめです。 今週の月曜日に開催されましたインスパイア東京エクストラを皮切りにマーゼルもここからたくさんライブやフェスの出演が続いていきますね。8月に入ったら待望のファーストファンミーティングもありますので、ここからマーゼルに会える機会がたくさんあると思うと本当に嬉しいですね。 こちらの一覧表に関しましては、先ほどお話ししましたローリングストーンジャパンライブを追記しましたが、それ以外には特に新しく発表された出演情報はありません。必要な方はこちら各自でご覧になっていただければと思います。個人的にはお台場冒険王の目覚ましライブにとっても行きたかったんですけれども、アーキテクト会員の申し込みでも、 ファンクラブの申し込みでも、一般の申し込みでも全て落選してしまいまして、残念ながら参戦することができません。現地に行かれる方は楽しんでいらっしゃってください。 それからいろいろと登録発表が続きますので、先ほどもお話ししましたが、BMSG フェスやマーゼルの初めてのファンミーティング、こちらに応募されている方もたくさんいらっしゃると思いますので、皆さんのご当選を心よりお祈りいたします。はい、以上です。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。